休憩前に引き続き会議を開きます。日程に従い一般質問を行います。順番10に8番坂本君。通告に従いまして一般質問を行います。今回は3項目ですが、大体財政に関連した質問になっております。まず1点目、財政問題について。橋本市の財政はこのままでいくと平成29年度で赤字団体になると報告がありました。合併して10年間の財政運営のどこに問題があったのか検証します。1、原因は何とお考えですか。2、なぜ地方交付税が合併11年目から減っていくのが分かっていて対策を取ってこなかったのですか。2点目、子ども園計画についてです。保育園幼稚園の統廃合、幼保一元化、公設民営の方針で子ども園がすでに4園、開園しております。さらに三井市保育園も新築移転の際民営化されました。嘱託臨時の保育士さんが減りましたが、その反面委託料が増えました。財政面での成果をどうお考えですか。3点目、コミュニティバスについて。敬老バス乗車券の廃止が発表されました。コミュニティバスを利用することで自力で通院買い物に行くことのできる人が増えたことは大きな成果であると考えます。また利用者も年々増えています。交通空白地が残っているという問題はありますが、経路バス乗車券の廃止によって外出をできなくなる高齢者が増え、介護予防、市内経済の活性化に影響が出るのではないかと心配です。1、そもそも経路バス乗車券を導入した目的は何ですか。2、コミュニティバスの目標をどうお考えですか。以上です。8番坂本君の質問項目1、財政問題に対する答弁を求めます。総務長。大社会長。財政問題の1点目、財政状況が悪化した要因ですが、18番議員にもお答えしましたとおり、本市固有の要因として病院事業会計、公共下水道事業特別会計、土地区画整理事業特別会計への毎年多額の繰り出しを行っている点があります。平成26年度のこの3会計への繰り出し額は合計で22億円を超えており、一部交付税の参入がはあるものの、本市の財政にとって大きな負担となっています。その他の要因として、地方税収入が減少する中で障害者自立支援事業や少子化対策事業の充実による扶助費の増加、保健医療関係や施設管理委託料など物件費の増加、合併特例債や大量退職に伴い借り入れた退職手当債、土地開発公社の解散にあたり借り入れた第三セクター等改革推進債の償還など、交際費の増加、高齢化に伴う後期高齢者医療や介護保険特別会計への繰り出し金の増加など多くの科目で歳出額が大幅に増加しました。扶助費、交際費、物件費、繰り出し金の合計額は合併後9年間で30億円余り増加しており、これらの増加分を地方税以外の収入で賄いきれず、基金を取り崩して黒字を確保する状況が続いており、平成26年度決算において大幅に基金を取り崩したことから財政状況が非常に厳しくなりました。
次に地方交付税の減少対策についてですが、普通交付税の合併算定外特例が終了することは当然認識しており、平成22年度に平成31年度までを計画期間とする橋本市中期財政計画を策定、平成25年度に見直しを行い、将来収支決算では平成31年度までに約28億円の財源不足を予測していました。こうしたことから、財政健全化に向け歳入では市税収入の確保、歳出では人件費の抑制、物件費等のランニングコストの縮減、補助金等の整理合理化、繰出資金の見直しなどにより財源を確保するとしていたところでしたが、実効性が十分に伴わず現在の財政状況となっています。8番坂本君、最質問ありますか。8番坂本君。ただいまの答弁は、昨日も聞いた答弁なんですけれども、まず第1点目、市民病院、公共下水道、土地区画整理の毎年の繰出資金が多いということなんですが、これはこの3点に、3事業については合併前からしていた事業であって、この毎年の繰出しの予想というのはできていたはずです。でそれとこの、確かに第三セクターの償還というのは、合併後って予定していなかったことで、急な話というか、予定には入っていなかったと思うんですけれども、退職者が大量に出るということも予想できていたことですし、そういう予想できていたことばかりではないけれども、ほとんど予想できていたことを理由に、この平成26年になって繰入れ金が多いということを理由に、この財政難だというふうに説明をされても納得ができないというのがまず第一点です。でそれとこの、議会に9月議会で橋本市の財政状況及び今後の見通しということで、今後の27年から平成32年までの、収支計算の見通しというものが提出されました。でそれも、予想ですから、いろいろな前提のもとに出したこの収支で、結論から言えば、平成29年度で赤字団体、平成32年度で早期健全化団体になるというふうな報告でした。で、また組合に対してといいますか、職員に対して説明会を行われてまして、そこでもまた決算見込みが出ているんですけれども、数字的にはこちらの決算見込みの方が、いろいろな事業も書き込んであるというふうに聞いております。でここでもいろいろ議会に示されたものと、若干数字は違うんですけれども、やはり平成29年度で赤字団体、平成32年度で早期健全化団体という、この結論は同じになっております。で、いろいろこの10年間の財政運営を調べていきましたら、この合併特例債があるということで、かなりの事業にその合併特例債を充てられております。で実際に最初の新市まちづくり計画といいますか、合併時の計画と合わせてどうだったのかということも、一つの検証材料ではないかと思うんですけれども、合併特例債の使い方についてどのように検証されてますでしょうか。総務省。ただいま繰出資金の関係でございますけれども、確かに合併前から繰出資金の増加については予想をしておりました。ただ財政難になったという要因の一つで、こういうふうな形の説明をさせてもらっております。
それから第三セクター改革推進者につきましては、平成24年度から土地開発公社の開催に伴う第三セクター改革推進債を借り入れまして、今後10年間、1億3400万という被災の償還が重くのしかかっているというのもあり、さらに大量退職に伴う退職手当債、この償還についてもだんだん毎年増加していくと、15年償還なんですけれども、毎年増加していくっていうことも厳しい要因でございます。それから平成27年から平成32年度までの中期財政、今回提出させてもらった案件についてなんですけれども、なかなか職員にも周知徹底していなかったということで、その平成25年に策定した約28億円が削減が必要であるという内容が職員全員に周知していなかったという点で、今回このような事態を招いたというふうに考えております。次に特例債の使い道についてなんですけれども、特例債はご存じのとおり、充当率 95%、交付税算入 70% ということで、非常な有利な記載となっております。このような記載は今の制度では他にないということで、新市のまちづくりにおいては非常に貴重な財源となっておりました。そうした貴重な記載を使いまして、小学校の耐震化ですとか、大規模改修、あるいは県であった母子健康センターの建て替え、保健福祉など建設になるんですけれども、そういった新市のまちづくりにとって、非常な大事な社会資本の整備をその、特例債を使ってできたということで、償還については 30% をしなければなりませんけれども、非常に有利な記載を活用して、新市のまちづくりができたという点では、本当にありがたい財源であったというふうに認識しております。8番坂本君。私自身合併してからもずっと何かいろいろな説明を聞いている中で、合併特例債かなり使われているんだけれども、この大きな無駄遣いをしたというふうにはずっと思っていなかったんです。何ていうか新しい事業っていうよりも今までの継続事業であるとか、子ども園計画は合併号だったと思う、合併号ですね。だから新しい事業ではあるけれども、老朽した保育所の建て替えとかっていうことにも関係しているので、そう大きな無駄はしてこなかったというふうに思ってたんですけれども、しかしこの 10年目になってみ、平成27年、今年が10年目ですよ。で、だった時点で本当にこの合併特例債の使い方が今の時点に立ってみたら、このきっちり計画的に使ってきていたのかという、結局は何か私債で借金で返していかないといけないですし、それがその交付税は参入されるけれども交際費の中に入ってきているわけですから、この使い方として計画性があったのかどうかということにを今の時点に立ってみれば、ちょっとこの早く、簡単に言えば使いすぎたんではないかなというふうに思うんですけれども、その辺はいかがでしょうか。総務省。合併特例債につきましては、合併後10年間平成27年度まででとりあえず終了というふうな国の方針でした。ところが阪神大震災の関係で、橋本市では平成32年まで、東日本大震災です、その関係で、
合併特例債延長法というのがありまして、それで平成32年度まで延長になりました。もともと平成27年度までということで、その関係で、取り崩しというか発行していたんですけども、5年間延長ということで特例債を温存しつつ、まあ、他の記載も併用しながら財政運営をしてきたという経過がございます。以上です。8番坂本君。はい、なぜ合併特例債のことを言うかといいますと、まあ、今現在財政難であると、でもその原因を本当に明らかにしてその対策を取らないと結局同じ過ちを繰り返すんではないかなというふうに心配するからなんです。で、例えば組合に提出された資料で言いますと、組合というか職員に、まあ、今回もいろいろこの、無駄を削っていっても足りないからということで職員の給与削減の提案がされているわけですけれども、平成18年は職員給料カットは一律 3%、 平成19年一律 3%、 平成20年一律 2%、 平成21年一般 1%、 管理職 2%、 平成22年 1% で、23年24年がなくて25年は平均 5% で、26年がなしと、まあ、カットしてないのは3年だけで、今の提案されているのよりは少ないかもしれないけれども、だいたいずっとこの給料カットしてきてるわけです。で、なおかつこの合併51年目から交付税が減らされるということで、職員もこの正職員は100人以上カットしてきているわけです。でも一方で正職員は減ったけれども嘱託臨時職員は減っているかといったら減っていない、増えている。だ、物件費の方が増えているし、子ども園で言えば民間委託したけれども、それは委託人件費とその賃金は減っても委託費の方で増えていると、まあ、結局同じと言いますか。で、そういうふうなことをずっとやってきて、でまたまた今の時点に立って足りないから、まあ、一般職員で言えば、地域手当 4% カットという提案が行われているわけですけれども、この職員から見てもお金が足らんからカットってすぐ結論付けられたら、この納得できるものではないと思うんです。で、その辺でその特例債というかこの今までの事業の進め方に問題があるんじゃないかなというのが一つと、でそれと職員に出された中では投資的経費ということで平成29年に34億円、資債も39億円発行というふうにボーンとこう平成29年に上がる予定になっているんです。で、今現在退職債とか合併特例債とかのこの償還が重なってきててしんどいって言ってるときに、またこういうふうな今後の5年間の計画の中では投資的経費が増えるような計画を立ててるっていうところら辺で言えば、本当にこの財政が苦しいんであればこういうふうな予定は立てられないんではないか。実はこのしんどい、まあ、それプラス常に何ていうか財政は苦しいっていうか豊かですっていうふうな説明があった試しっていうのはないんですよね。今までで言っても常にお金がないから、まあ、我慢してくださいというような感じの、まあ、広報でも決算報告で言えばそういう形の、お知らせ市民向けでもされてきているのが多いですし、こういうふうな予定を立てられるっていうことは実はそこまでしんどくはないんだけれども、まあ、脅しのようなものではないかなというふうにすら思えるんですけれども、いかがでしょうか。大社課長。
はい、まず1点目の今までの運営に問題がなかったかというようなお正しいですけれども、冒頭、総務長から答弁させていただいたように、橋本氏固有の問題としてやはり3事業に対する繰り出しというのがあります。これは合併前から分かっていたかということで、まあ、分かっていたというふうになるんでしょうけれども、それは他市にはない固有の状況でして、まあ、病院についても平成16年に移転して、まあ、多額の建設費の償還というのがありますので、それに対する市の負担というのは当然発生します。毎年まで言いますと7億以上の繰出金をしております。最大で14億ぐらいだったと思うんですけれども、まあ、そういった負担が毎年かかっている点があります。それと下水についても、和歌山市を除いて県内の自治体では、トップということで、確か、農州を合わせると紀の川市と比べて3億から4億ぐらい、繰出金は多かったと思うんですけれども、まあ、そういった中で、まあ、それがベースにあって、その上に新市の町づくりをやってきたということで、まあ、かなりの負担にはなっております。それで、まあ、特例債についても貴重な財源で、それに基づいて整備をしてきたわけなんですけれども、それ以外にやはり臨時的な経費が発生したということで、先ほどの山積債の問題ですとか、まあ、退職手当についても分かっていたのではないかというふうに聞かれますと、まあ、それは分かっていたというふうなことになるんでしょうけれども、それに対する償還がやはり積み重なって負担になってきたというふうな状況があります。まあ、そういった意味で運営としては、まあ、それぞれの時期に適切な判断でされてきたんでしょうけれども、それ以外の要因がいろいろ積み重なって、まあ、現在の財政状況を招いてしまったというようなことになるかと思います。それと、投資的経費、平成29年のお正しですけれども、平成29年につきましては、これは職員の説明会でも説明させていただきましたけれど、給食センターの建て替えということで一応事業費を上げさせていただいております。ここの財政推計につきましては、今後の、まあ、実施計画に基づいて予想されるものをすべて上げるということで、給食センターの建設についても29年という、まあ、予定で上げさせていただきました。これについてもどうしてもしなければならない事業ということで、投資的経費については必要最小限で一応計上しておりますけれども、そういった必要最小限でもやはり今後厳しいというふうな状況というふうになっております。8番坂本君。はい、はい、まあ、厳しいながらもこう有利な借金ができたらまあやるということで、橋本の給食センターがもうものすごく老朽化している、まあまあ、そろそろ建て替えもしないといけない時期に来ているということは納得しているんですけれども、例えばこれまあ、この間お聞きしたところによると20億円の予定ということ で、ただそれはこの2つを1つにして、で今の床面積よりも小さくするのが条件の、まあ、借金ということです。で確かに5000食とかやったらかなり 大規模になって、まあ、建設費用もかかるみたいな、他のも調べてみたら結構高かったんですけれども、それを例えば橋本だけを建て替える小さな規模にするということで、建設費用、その借金は確かに有利なものにはならないかもしれないけれども、小さな規模にした方が小さな施設になるんではないかなとかって思うんですけれども、まあ、とにかくこの今までも有利だからということでこの特例債をずっと使ってきたっていうところらへんが今に来て積もり積もってこの交際費の増加ということで財政を圧迫しているんではないかなと思うんですけれども、その辺ではいかがでしょうか。総務省。確かに橋本給食センターについてはかなり老朽化しています。ところが小矢口給食センターについてはまだ使用期間も短いということなんですけれども、まあ、有利な公共施設最適化事業債というのがありまして、
国税参入が 50%、まあ、充当率が 90% なんですけれども、その有利な記載を活用していくという方針が出てまして、小矢口給食センターをそのままにしておいても、やはり給食は統合して、建設すべきであると考えておりますので、公共施設最適化事業債を活用しまして、新しく新築する方が有利であるというふうな結論になっております。8番坂本君。はい、平成27年度予算書の中からなんですけれども、この、まあ、その中に地方債の、平成27年度末の現在高見込み額っていうのが出てきます。282ページで、それで見ましたら普通会計の合計地方債は377億円で、このうち、臨時財政対策債が111億円で、合併特例債が108億円で、この臨時財政対策債というのは100% 交付税参入で、合併特例債が 70% というふうになっております。で、この借金は多いけれども、要するに割合、毎年毎年特例債にしても、この臨時財政対策債にしても、こう積み上がってきた結果がこれなんで、単純には言えないけれども、この377億のうちいくらかは、なおかつこの普通債の中でも2割とか3割とか5割とか、この交付税参入のものも含まれていると思うんです。で、だから377億円の借金は残っているけれども、このうちのいくらかは交付税が参入されるという計算になると思うんです。で、そういうのがあるからこそ、さらに借金を重ねようとしているのかなというふうに疑ったりもするんですけれども、いかがでしょうか。吉田課長。はい、記載というのは、ものをその記載を使うために事業をするのではなく、その事業に充てるために記載を借りるのでありまして、その事業をする際にどういった財源が一番有利であるかということで、合併特例債であったり、その他の記載を借りるわけで、有利な記載があるからといって、計画にもない必要もない事業をするということはございません。8番坂本君。はい、無駄なことはしてこなかったということだと思うんです。で、ただ今現在こう5年間賃金カットしないと、財政再建団体に落ちるかもしれないっていう時には、やはりこの、収入に見合った財政運営ということで、投資的経費についてもかなり引き下げていかないといけないんではないかなというふうに思うんですけれども、その辺はいかがでしょうか。財政課長。はい、投資的経費につきましては、合併後、平均、30億、多い年で、65億というふうな決算額になっておりますけれど、今後についてはもう特例債もほとんどございませんので、事業も本当にできなくなってしまうかなというふうに思っています。その中で、必要最小限の経費ということで、平成30年以降は14億程度の事業ということで現在計画をしております。平成29年については先ほど申し上げました給食センターの関係がありますので、事業費が30億を超えるような見込みとなっておりますけれども、合併後10年間と比べてかなり少ない投資的経費で今後は進んでいくというふうに見込んでおります。
8番坂本君。はい、まあ、ただ、昨日の話でもこの、まあ、その時ではいいと思って、まあ、判断してきたんだけれども、それが積もり積もって今のこの財政危機になっていると。でその責任はこの、財政に関わっていた職員にあると思うというふうな、まあ、答弁をされてたんですけれども、この橋本氏のこの財政全般で言いましても、先ほども給与カットはずっと今やってきているということも言いましたが、今回で言えば、2億すいません、2億6000万円の、合計2億6000万円の給与カットと。で、まあ、これだけ削減するということは、結局この全部が全部この貯金に回るとは思えないので、まあ、これだけの、まあ、消費が全額ではないにしても、まあ、消費が減るということになると思うんです。結局この橋本市内でのこの消費といいますか、購買といいますか、この地域経済を冷やすということにもこのつながっていくんではないかなというふうに思うんですけれども、その辺ではいかがでしょうか。市長。はい、坂本議員の質問にお答えをします。まあ、確かに、ここまで来た財政的な要因というのは、まあ、様々なものがあると思いますし、一つ考えてみれば、やはり現金がいる事業が増えてきているという要因もあるんですよね。例えば小学生医療であったり、まあ、一時ゴミの削減効果によってこれができてたというのも、まあ、最近の広域ゴミの負担金もどんどん上がってきている、増えてきているという側面もありますし、まあ、私どもとしても、大変職員の皆さんには、申し訳ないと思ってますし、ギリギリまでこの判断を引き延ばしてきましたけども、どうしてもやらざるを得ん、このままほっといてもっともっとカットせなあかんようにならないように、ちょっと早めに手を打っていきましょうと。で、先ほどからその投資的経費の問題も言われてるんですけども、まあ、そしたら給食センターをもう建て替えずに、5年以上ほっとくんかっていう問題もあります。相当老朽化してきて、天井からも何か落ってくるという話もある中で、一番考えたのは今やるべきなんか、さらに5年以上先送りしてやるべきなんか、それは橋本氏の子どもたちにとってプラスになるんかどうかっていうふうな、ところも合わせて考えて、非常に厳しい決断ですけども、これはやってしまうのは仕方ないなということで、決断をしてます。でやはり、これからそのやはり、まあ、公約給食センターの問題もありますけども、まあ、2つを1つにすることによって、予算の削減というのもできてきますし、まあ、そういうふうなことも考えてます。で今回の投資的経費については、特にまだ大御小学校、この教室は大変、ひどいです。こういう教育環境の中で勉強さすのがほんまにええのかって、考えたとき、ここも早くやってあげないといけないっていうふうなところもありまして、まあ、そういう中で、やるべきところをしっかり、やっていこうというふうに、今考えて、まあ、投資的経費も、私のマニフェストの中にはあんまり投資的経費がかかるようなものは少ないんで、どちらかというとソフト事業的なことが多かったんで、まあ、私のやりたいこともありますけど、もうそれは抑えとくっていうような方針の中で
必要最低限の投資っていうのはこうやっていかない社内なというのもあって、進めてます。まあ、確かに、職員さんの給料を下げることによって、経済的な影響っていうのは、あるかも分かりませんが、まずはとにかくこの財政危機を、一刻も早く脱出するためには、こういう手段を取らざるを得なかったということになります。で、まあ、私どももできるだけこれから、事業の精査についても厳しくやっていきますし、ただ、職員さんだけに負担をかけるということのないように、まあ、5年を4年になれればいいのかなというふうには思いますけども、まあ、しっかりとした形で、取り組んでまいりたいと思います。現状29年度に3億2800万ぐらいの赤字が出るという試算もしている中で、一番いけないのは市民生活に影響を及ばさないようにしていくということが大変重要なことだと考えておりますので、まあ、この辺についてはご理解をよろしくお願いをします。8番坂本君。はい、まあ、納得してるわけじゃないんですけれどもね、先日もある市民の方から電話があったんです。で、なんておっしゃってたかというと、来年のこの事務職の採用がゼロなのを知ってるかと。で、この間ずっと事務職はゼロなんです、採用募集が。で、今までその方ずっと詳しく調べておられて、3年ほど前から十数人ずっと続いているのにゼロであると。で、この間朝日新聞だったと思うんですけど、私切り抜かなかったんで、ちょっと正確じゃないんですが、この国の4つの指標ってありますよね、財政の再建団体になるかどうかっていう。で、あれで橋本氏は健全財政だというふうに新聞にも載っていたと。それにもかかわらずこの採用ゼロっていうのは一体どういうことなんだっていうふうな電話をいただいたんです。で、まあ、確かに広報には毎年のように橋本氏の財政は、まあ、なんていうかな、バライドレスっていうような書き方は全然してなくって、どちらかといえば、まあ、借金崩して運営してるから厳しいですという書き方はしてあるけれども、実際にこの、まあ、国の指標で言えば毎年ちょっとずつ良くなっているし、なんていうかな、まあ、赤字団体になるような兆しにないような数字がずっと出ています。で、そういう中でこの市民にはできるだけ負担を来ないようにということで言われましたけれども、実際に出てきているのは9月下界でこの文教施設の使用料の値上げで、それから、経路コミュニティバスの経路バスの無料の廃止で、今度また12月議会では、社会教育団体とかの、まあ、維持管理協力金という形で表に出てきているのは、それぞれまた違うって、趣旨が違うことなんだっておっしゃるかもしれないけれども、パッと見で言えばまず市民に負担を負わせるのかって、そういうふうに、まあ、見えるんです。で、私自身もそう感じますし、で、そういう中でこの本当に、まあ、実際に、まあ、どこに原因があって今こうしないといけないや、皆さんにも我慢してもらわないといけないやっていうところらへんは本当にきっちり丁寧に説明をしないと理解できない、まあ、私自身もまだ疑っているところがありますし、本当に理解できない点なんです。で、昨日の話だと4月ぐらいに説明会にもするというふうなお話もありましたけれども、まあ、その辺のところをぜひこれから十分に取り組んでいっていただきたいと思うんですけども、いかがでしょうか。市長。はい、東電、これから予算編成作業にちょっと遅れてまして、
今いろんな事業の見直しっていうのも各部でやらせてますので、まあ、そういう中で私どもとしても今回いろんな提案をさせていただいてます。その中でコミュニティバスについてはまだ後ほど当ててもうたらなぜこうするのかっていうようにお答えしますけども、私どもとしてもできるだけ市民の皆さんに分かっていただくような形でしっかりと4月以降取り組んでまいりますし、先ほど文教施設の関係もありましたけども、社会教育団体もいつの間にか160ぐらいまで増えてきてて、どん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 電気代も逆に上がってくるということで、これについては、皆さん使っていただいた皆さんからいただいたお金を基金に積み上げて、公民館とか文教中央公民館とか、そういうふうに基金に積み上げといて、すぐにでも修理できるような形にしていきたいなというふうに思っているところです。管理費もどん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 、電気代の値上げっていうのが一番大きいんですけども、そういういろんな問題がありますので、これから丁寧に説明をしていきたいと思っておりますのでよろしくお願いします。次に質問項目に子ども園計画に対する答弁を求めます。健康福祉部長。子ども園計画および三井市保育園民営化にかかる財政面の成果についてお答えします。平成20年度における高野口幼稚園および統合前の保育園4園にかかる決算の合計額は、正規職員にかかる人件費約1億2800万円を含め約2億900万円であり、高野口子ども園の指定管理委託料は平成21年度では約9400万円、平成22年度では1億200万円、平成23年度では9500万円、平成24年度では約9200万円、平成25年度及び平成26年度では約1億600万円であり、平成20年度での決算額と単純に比較すると年間平均で約1億1000万円の効果が確認できます。また平成23年度における墨田こども園及び統合前の統合での幼稚園4園にかかる決算の合計額は正規職員にかかる人件費約1億600万円を含め約2億100万円であり、墨田こども園の指定管理委託料は平成24年度では約1億4600万円、平成25年度では1億5300万円、平成26年度では約1億6200万円であり、平成23年度での決算額と単純に比較すると年間平均で約4700万円の効果が確認できます。また平成24年度における指定管理委託前の三井市保育園の決算額は正規職員にかかる人件費約7000万円を含め約1億6300万円であり、平成25年度における指定管理委託料の決算額は約1億1900万円、平成26年度での決算額は約1億3100万円であり、平成24年度での決算額と単純に比較すると年間平均で約3800万円の効果が確認できます。以上のことから子ども園2園と三井市保育園の民営化によって決算額の単純比較では年間約1億9100万円の財政効果となっています。しかしながら、
保育所費および幼稚園費の決算額から各年度における工事費などの管理運営以外の経費を控除した額は平成20年度から毎年約17億5000万円からプラスマイナス2000万円程度で推移しており、決算額に大きな変動はなく、直接的には財政効果が見えにくくなっています。単純比較した財政効果額が見えにくい要因として、一つは先に述べました正規職員の人件費について、定年退職でない限り他の園に移動となるので、直接人件費の削減にはつながらないこと。二つ目の要因として、年々子育て支援サービスを充実することにより、決算額が増加しているということが挙げられます。子育て支援サービスの充実について、具体的には、認定こども園の機能の一つである子育て支援センターを開設し運営していることや、紀州三人子施策に伴う保育料の減免制度、保護者の保育ニーズの高い3歳児未満の受け入れを拡大することなど、さまざまなサービスの提供を拡大しています。特に3歳未満児の受け入れ拡大については、受け入れ人数が平成20年度に比べ、平成27年度では132名増加していることなどが挙げられます。これらの子育て支援サービスにかかる財政効果額を直接算定することはできませんが、3歳児未満の受け入れ拡大については、平成20年度から増減した園児数と、平成26年度の各年齢別の保育単価により影響額を算定すると、約5600万円の増加要因となっています。これらのことから、子ども園計画などの財政効果によりコストを上昇させることなく、さまざまな子育て支援サービスの充実が図られています。8番坂本君、再質問ありますか。8番坂本君。財政的にはあんまり変わらないという、でその以外にソフト面でいろいろこの成果があったということだと思うんです。で私自身、ちょっといろいろと調べてみたんですけれども、平成21年に高野口こども園が開園しておりますので、平成20年度の決算書から、この保育所の人件費プラス共済費プラス賃金、プラス幼稚園の人件費プラス共済費プラス賃金、でこれが大体、12億5842万7426円でした。で、平成27年度の予算で同じように保育所と幼稚園を出してみましたら、6億6502万5000円、で、5円の、指定管理料の合計が6億472万3000円で、合計しますと12億6974万8000円、まあ、ほぼ同じなんです、大体ね。でそれで、だからお金この人件費だけで言えば、まあ、ほぼ同じと、維持管理とかそういうのは全然入ってないんですけれども、でだから結局、物件費の方で、それとプラスして、保育士さんのとか、調理員さんで、幼稚園の教諭、公務員さんの人数を教えていただいたんです。そうしましたら、平成27年度と平成20年度を比べましたら、正職員で64人減、嘱託職員で44人減、臨時職員で52人減、合計160人減っているんです。で、これらの方がすべてこの退職されたということはないと思いますので、先ほど部長が言われたように、他のところに移動されているということだと思うんです。でもこの保育所と幼稚園だけで160人、まあ、減っているということは、でまた正職員でも60人減っているということは、全体のこの正職員のカットに、まあ、ものすごく貢献したというふうに言えるんではないかなというふうに思うんです。で、
で、まあ、物件費のうち、この嘱託臨時の職員の賃金は結局約3億円削減したけれども、委託料が約6億円増えたので、物件費だけで見れば3億円の増に、まあ、結局はなっているということだと思うんです。で、それプラス、この5円の用地購入費と備品購入費を含めて、大体約30億円かかっております、まあ、新たにというか。で、まあ、時間がないので結論から言いましたら、まあ、まだ子ども園計画、まだ残っていますけれども、とりあえずはこの財政厳しいより、この凍結をするべきではないかなと思うんですけども、いかがでしょうか。市長。坂本議員の質問にお答えします。まあ財政的に非常に厳しい折でありますし、でもう一つ、最近、公設民営でやるよりも、逆に民設民営でやった方が、補助金がたくさんもらえるというふうな、まあ、ちょっと、国の制度的な問題もあって、まあ、変わってきてます。で今の現状の大減の中で新規投資っていうのはなかなか難しい部分もあります。まあ、カムロの場合は今どうしようか考えておりまして、できたらカムロ中学校を使っていただいたらありがたいなというふうに今考えてもおりますし、まあ、まだまだ今後の計画については一旦ちょっと凍結をさせていただいて、一番いい方法は何かで。園児の数が本当にどれだけいてるんかというのをちょっと再確認をさせていただいた中で、市としてきちっと計画が固まった時点でまた議会の方に報告をさせていただきたいなと思ってます。カムロ統合の条件になってるんで、まあ、これからカムロの皆さんともお話もせえなあきませんので、まあ、どういう形がいいのかっていうのを考えていきたいと思ってます。次に質問項目3、コミュニティバスに対する答弁を求めます。総務長。コミュニティバスについてお答えします。本市のコミュニティバスは平成18年2月から橋本市民病院循環バスとしてスタートし、市民の皆様のご意見を反映しながらルート、ダイヤ等の検討を重ね運行してきましたが、平成22年度までは年間利用実績が約1万5千人程度で推移しており、利用者数の増加が大きな課題となっていました。このことから敬老バス乗車券を導入した目的については、多くの皆様にコミュニティバスに関心を持ってもらうこと、特に自ら移動手段を持たない高齢者にとってコミュニティバスが有効な交通手段であることの周知と、ごみ減量化による削減額をもとにした高齢者福祉施策の一環として敬老バス乗車券を導入した経過があります。その結果、昨年度の年間利用者数は約6万人となり、市民の皆様にはコミュニティバスが交通手段の一つとして一定の認識をいただいたものと考えています。しかしながら敬老バス乗車券事業については、市の厳しい財政状況の中、また運行経費にかかる国庫補助金も削減されていく見込みで、利用者の約6割の方が無料ということもあり、コミュニティバスの運行を今後も継続するため、来年4月に廃止させていただくこととなりました。高齢者や障害者手帳等により、これまでの利用者の皆様にはご負担をおかけすることになりますが、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いします。次に、コミュニティバスの
目標についてですが、国土交通省より示されているコミュニティバス導入に関するガイドラインによると、コミュニティバスは交通空白地域、交通不便地域の解消等を図るため運行するものとされています。第二次生活交通ネットワーク計画では、市民の生活を支え、誰もが安心して暮らせる町の基盤として、効率的で持続可能な公共交通体系を作り、育てるを基本方針と定めています。この基本方針に沿った主な目標として、市内公共交通カバー券の向上や利用者数の維持、向上が挙げられます。また、効率的で持続可能な公共交通体系の観点から、現在 10% にも満たない収支率の向上も一つの目標にして考えています。いずれにいたしましても、コミュニティバスの運行継続を最大の目標として、また多くの市民の皆様の公共交通手段の一つとして、ご利用いただけるよう今後も努力していきます。8番坂本君、再質問ありますか。8番坂本君。はい、そもそも経路バス乗車券を導入したのは、関心を持ってもらうということ、利用者を増やすことで、それは一定の成果があったと。で、今度この無料を廃止することで、600万円の増収が見込まれているという説明がありました。で、ただこの、それでもこの200円、いや、無料から200円ということで、このやっぱり利用は減ると予想されます。で、予想、減って、なおかつそれによってこの外出するのが、その2回行ってたのが1回になるとか、そういう形で減るっていうことは、やはり高齢者の方が自分の足で買い物なり釣りなり行けてたのが行けなくなって、また家にこもるようなことになって、いろいろなこの悪影響が出るんじゃないかなというのは一つと、でそれとやはりコミュニティバスは利用者が増えてこそだと思うんです。やっぱりこの運行を維持するといっても、やっぱり利用が減ったら何にもならないというふうに思うんですけれども、その辺はいかがでしょうか。総務省。コミュニティバスを200円にすることで利用者が減るというお話でございますけれども、今年2月から3月に実施した利用者アンケートの結果では、有料化されたとしてもコミュニティバスを利用すると答えた方が 87% おりました。また有料化されても、このコミュニティバスをなくさないでほしいとおっしゃる方が多かったということがありますので、2割程度の減少ではないかというふうに考えております。そこで、まず半額の100円に値上げするということも考えたんですけれども、本市の財政状況が厳しく、国の補助金も減少していくことが明らかになっております。第二次生活公共交通ネットワーク計画の効率的で持続可能な公共交通体系を作り育てる基本方針の実現のためには非常につらい選択ではありますけれども、半額ではなく全額の200円のご負担をお願いせざるを得ない状況になっていることを、理解していただきたいと思います。それとですね、経路バスの廃止することの影響なんですけれども、経路バスの乗車券につきましては、効果がございまして、今まで、利用者の増加も顕著になっております。ただコミュニティバスについては、路線バスが通っていない、交通空白不便状態を緩和することがコミュニティバスの運行の最たる、目的ということになっておりますので、コミュニティバスをなくさないことも、ことが最も大切だと考えております。この度の運賃改定は、そのための受益者の負担をお願いするものでございます。8番坂本君。アンケートではね、
まあ、有料にしないとなくなるよみたいな感じのアンケートだったから、それは乗りますぐ答えると思うんですけども、有料化が発表されてからいろんな人から聞いたのでは、もう利用しないよっていう人もあるし、まあ、2回に1回かなっていう方もあるし、やっぱりそれと利用する人が減って、結局は閉じこもりの高齢者が増えて介護保険の方が上がってくるよっていう方もあるし、まあ、いろいろな意見を聞いております。まあ、本当はこの廃止ということはやめていただきたいと思っております。以上です。8番坂本君の一般質問は終わりました。この際3時55分まで休憩いたします。
会議を開きます。日程に従い一般質問を行います。順番13、4番今井君。あと少しでございますので、皆さん一番疲れてる頃やと思います。今日は朝出るときに、トイレ座ってまして、旧暦のカレンダーを見ておりますと閉塞冬となると、冬の気ですね、冬気強まり、人も生き物も万物皆閉じ塞がる頃ということを書いてございました。それにしてはあったかいです。今年はもう多分暖冬やなっていうふうに思うんですけども、まあ過ごし暖冬の方が過ごしやすくて、我々年いったもんにはありがたいことでございます。それから、皆さん朝多分新聞を読むときは、どちらから読まれますか？私は昔から先にテレビ欄を見まして、今日はどんなスポーツあるんかなっていうのを先チェックして、それから3面記事を見て、和歌山藩に入って、それからスポーツ欄を見て、文化欄、それから経済欄、国際情勢、ほんで一面に大きいニュースあるときは一面を見るんですけども、ここそうですね、3ヶ月ぐらい前から一面から見るようにしたんです。一面から見て、それから国際情勢を見て、ずっと降りてきますと、また違う世界っていいますか、いろんなこう切り口があるんやなというふうに見えるわけです。ぜひ癖でここから見るっていうふうにはなっとると思いますけども、いっぺん逆から見たらまた違うもんが見えるかも分かりませんので、ぜひ、まあ、私だけかも分かりませんけども試してみてください。そしてここ1ヶ月ほどで、そのニュースの中で、フランスのパリで、IS のテロがあったとか大きい事件はあったんですけども、この国内のニュースの中で2つほどとても興味のあるニュースがございました。1点はミドリムシでジェット燃料を作るということで、ユーグレアですか、ユーグレナという会社が、横浜に30億で、2018年から創業しまして、2020年の実用を目指していると。これはミドリムシのバイオ燃料を使うということらしゅうございます。これはまたそれこそ電ニック、それから伊豆自動車、いろんな大手さんもこの燃料を使って、まあジェット燃料といっても灯油に近いもんやというふうにお聞きしてますけれども、またいろいろな形で進歩していくんやなっていうふうに思ったわけでございます。またそして三菱が MRJ 三菱リージョナルジェット、これ国産初のジェット機でございます。昔は IS11 があったんですけども、このジェット機が飛ぶのを11月の11日でしたですか、テレビで見たときはだいぶ感動しました。飛んでる姿がなんか昔あったコンコルドにちょっと似たような感じで、これがこのまた産業、裾野の自動車ともに広い産業構造がありますので、地域にとってはいろいろ、まあ日本の持つ技術を大いに生かして、これからこの業界も発展してほしいなと。聞くところによると、大体世界で5000機ぐらいの需要があるそうでございます。結局は地域間を結ぶコミュニティジェットということらしゅうございます。これが大体2021年に納入されるということで、あと5、6年しますと、地方間の移動が
かなりスムーズに行われるのではないかというふうに思います。それでこんな話を昨日してございましたら、今なんかあのテレビで下町ロケットですか、ご覧になってますか。これがの話してて、そこのまあこの下町ロケットはロケットの部品を作ってるらしゅうございますけれども、この技術力日本、これがますますそういうところにもまあ頑張っていっていただくと。それとこの下町ロケットの今僕はそんなに見たことないんですけれども、たまたま今度は人工弁ですか、それを繊維で作るということで、私が昔行ってた、これは福井にあります福井建網さんっていうところがモデルになっとるそうでございます。まあ、こうやっていろいろとこう技術が進歩また発展していくことは、この国の持つ、ポテンシャルやというふうに思います。まあ以上で、議長のお許しを得ましたので、通告に従いまして、質問に入らせていただきます。1番目といたしまして、地域の持つポテンシャルを生かした町の活性化について、紀伊国和歌山国体全国障害者スポーツ大会も国体推進室を中心として大会関係者ボランティアの皆さんの協力のおかげで成功裏に終わることができました。たくさんの方々が全国よりお越しになり、いろいろな思い出を作って帰られたことと思います。開催地として学びはたくさんあったと思いますが、この経験を生かして今後橋本市のポテンシャルを生かした町の活性化をどのように考えていますか。小さい項目の1番として、スポーツ競技大会を開催する計画は、2番といたしまして、文化イベント等についてはどうですか。大きい2番では、高野口子ども議会における市政に対する要望提案について、これ18番議員さんも大きく子ども議会の開催の件で、ご要望していただきました。この9月の12日に、高野口地区公民館において、開催された高野口子ども議会では、高野口中学校、伊東高校、伊東中央高校、紀の川支援学校の皆さんたちがそれぞれの活動報告を発表されました。各テーマ、生徒会活動、介護福祉、リンピア作戦、清掃活動、プルタブ集め、将来この地域を支える社会の一員として住みよい街づくりについて提案してくれました。まず高野口中学校の生徒さんは、通学路の清掃、また子どもスマホ宣言、伊東高校、伊東中央高校の生徒さんは介護福祉、介護福祉なんですけども、彼らは今このように高野口バリアフリーマップということで、みんなで心地よい町に出よう、in 高野口ということで、介護福祉の授業を受けている生徒8人で、11月から高野口町内を車椅子等で歩きながらバリアフリーマップを作成しています。障害者の方や高齢者の方、妊婦さん、みんなが心地よく生活していけるようにしたいと思っています。もしかしたらお話などをお聞きして、実際に車椅子で店内を利用できるようにお願いすることもあるかと思いますが、ご協力よろしくお願いしますということで、車椅子を使って街の中を歩いていただいて、バリアフリーマップを作成していただいてございます。それから伊東高校、伊東中央高校のリンピア作戦というのは、この今年の4月の27日からリンピア作戦2015ということで、毎月1回、時間帯は3時30分から
16時30分、4時30分まで1時間、清掃活動をされてございます。リンピアはスペイン語で、掃除をしようという意味です。晴れの日やリンピア、伊香通りから高野口駅までの清掃活動をされてございます。雨の日はスクールリンピアといって校内清掃をしているということでございます。それから紀の川支援学校は、矯正のまちづくり、プルタブ集め、このプルタブは皆さんご存知だと思うんですけれども、アルミ缶等のあのこの引っ張るところのプルですね、これを集める活動をされてるそうです。これを今後いろいろといろいろな公共場所等に設置してほしいという要望がございました。この生徒さんたちの意見提案を当局としてはどのように汲み取り市政に反映させてくれますか。以上2点を男女からの質問、これで終わります。4番、今井君の質問項目1、地域の持つポテンシャルを生かした町の活性化に対する答弁を求めます。教育次長。地域の持つポテンシャルを生かした町の活性化についてお答えします。まず1点目のスポーツ競技大会については、全国規模の大会を誘致して、本市の存在をアピールするとともに、国体開催で培ったおもてなしの心で来市された皆様に接し、観光客の増加につなげていくことは大切なことと考えています。本市において、全国規模の大会を開催を想定してみますと、まず会場の規模、設備が問題となり、本市単位で、単体で全国規模の大会を受け入れるには、現有施設では収納能力に限界がある上、そうした大会を誘致した場合、大会役員、選手、応援者、その他関係者の宿泊施設の確保が問題となります。このことは国体開催においても大変苦慮され、高野山宿坊や近隣府県でその不足分が補われました。こうした現状を踏まえますと、全国規模のスポーツ競技大会を本市に誘致するのは残念ながら難しいかと考えます。続いて文化イベントについてお答えいたします。本市において全国規模の文化イベントの開催はスポーツイベント同様、会場、宿泊施設等の問題があり、現況では開催は困難であると考えます。また本市のポテンシャルを生かした町の活性化については、本市の各地域でも取り組みが行われており、須田地区の門前市、橋本君地区のだんじりパレード、高野口地区の歩行者天国などがそれに当たるかと考えます。いずれも地域の皆さんが中心となって、その地域の特質を生かしながら、地域の持つ力を発揮する取り組みが行われているものと考えています。また本市では高野山開村1200年を契機に高野山への登山口として発展してきた歴史を踏まえ、本市賢子堂を起点とする高野山系道、黒子道を世界遺産に追加登録されるよう精力的に取り組んでいます。さらに、前田秀子朝ドラ誘致実行委員会を本年6月に立ち上げ、積極的に活動をいただいているところですが、これらが成就しますと、市外からの来訪者の増加も見込まれ、橋本市を全国発信できる絶好機になると考えます。今後もこうした機会を捉えながら、本市への来訪客が増加するよう、本市の魅力を高めていきたいと考えています。4番今井君、最初もありますか。4番今井君。ありがとうございます。今あの
全国大会等は難しいということでございますけれども、まあ、この私質問自身がダクッとしてますので、このような答えが返ってくるというのは大体予想いたしておりました。まず何をなで、誰がいつどこで、対象をいくらで予算で期間はいつからいつまでやるっていうのがこれ基本的に物事を組み立てるときの、まあ、順序だと思います。そこで、いろいろ私自身はその全国大会どうこうというよりもこの地域にいろんな人が来ていただく、交流の場がこの今回の国体のこの準備室が去年おととしぐらいからですか始まっていろんな経験をされてますのでこの経験を生かして、この地でいろんなそういうイベント等ができたらええなということを思ってたんで大枠でこういうふうに質問したんですけどもたまたま調べておりますとここのエリアでもできるようなスポーツイベント等がこれは橋本氏が主催するのか各スポーツ団体なりにまあ我々この市当局がバックアップしてエッセンスを振りかけるのかその辺はあれなんですけども2つほどそういうふうなこちらでもできるんではないかというふうな大会がございます。1つは関西ワールドマスターズゲームズ2021これはアジア初の世界大会が開かれるそうでございます。まあ、これはマスターズですから、このサッカーをしてた人に聞いたんですけども、今年は日高町で、行われたそうでございます。その前は上富田町。この上富田町はご存知のようにサッカー施設がかなり充実しております。でもまた今年は日高町で、やったんですけどもなかなかいい大会やったというふうにお聞きしております。ですから、このように、一つはそういうふうなこともまあこれは予算も絡んでくることですので今日言うて明日というふうなわけにはいきませんけども、これだけいろんな方に、ボランティア等々いろんな方が協力してこの和歌山国体を盛り上げて成功したのですので、これを引き続きいろんな形で、まあ、よその人が来てくれって交流していただくというのは大事なことではないかと思います。それと先ほど次長がおっしゃったようにウィークポイントが分かっとるんですから多分宿泊施設がない、まあ、競技場はそんなに大きい、大会しなかったら僕はクリアはできると思うんですけども、それこそ宿泊施設がなかったら今回と一緒で、高野山で、場所をお借りするっていうのも一つだと思います。宿泊施設それといろいろなこれからはいろんな考え方がまたできると思います。宿泊施設等も今はこれは外国人のインバウンドのための国も法整備をして2020年まで のオリンピックには外国の方のお客さんの泊まるところがないということで民泊っていうところを進められておると思います。今日も朝出かけにちょっとテレビ見たら東京の大田区がそれをまずやるというふうなニュースが載ってございました。それとかこの地域もやっぱりそうやっていろんな方に来ていただくのには、まあ、ルートイン湯の里それから五条へ行けば君荘もありますし五条にはホテルもありますがこれから一つ特に外国で、からあれはアメリカのサンフランシスコかなんかから始まったAirB&B っていう、宿泊施設のやり方があると思うんです。この地域も、まあ、空き家もありますしちょっとこう形を変えることで、そういう方がお泊まりになるまた中長期に泊まれるゲストハウスなんかも作っていけばもっと他所から人が来て交流できると思うんです。それから
今回のこの経験で、どんなところが欠けてるんかなっていうふうなことが分かったんですから、そこを、まあ、そんなに今の大政、緊縮大政の折ですので、みんなの知恵を出していろんなことをやっていくというふうなことが大事ではなかろうかと思うんですけども、まずこの2点の年リンピックも、平成31年にこれは全国健康福祉祭という年リンピックがまだ未定ですけども和歌山県で開かれるということでございます。これはまあこれをゲームを誘致して、交流するのも一つですけども、この健康という、マスターズは50歳以上ですか、やっぱり健康の同心っていうところの切り口から言ったら、こういうことをすることによってまたそこで人と交わることで、心の、まあ、充実、人と他者の人とこう交わることで違うまた喜びもあろうかと思います。この今ちょっと調べただけでもこのようなまあスポーツイベント等がございます。その辺のところはお調べいただいて、いっぺん前向きに検討していただけますか。教育次長、教育委員会でどこまでお答えできるのかというところで非常にまあ頭を悩ましながら考えておったんですけれども、今回まあサッカーで言いますと国体を開催されるというところで、なでしこリーグの公式戦が橋本の運動公園サッカー場で開催されました。これは、まあ、非常に、まあ、橋本氏を PR できるイベントとなったというふうに、まあ、考えております。その後の国体ということも含めてになりますけれども、まあ、こういった女子のサッカーの公式戦が引き続いて橋本氏のサッカー運動公園で開催されれば非常に、まあ、ありがたいことであるというふうなことは考えております。でまた宿泊施設等、まあ、いろいろ問題はあるんですけれども、まあ、橋本市でも例えばその全国規模ではありませんけれども県立体育館を使って、ハンドボールの大会が実施されたり、しております。でそういったものは引き続いて、お願い誘致をしていきたいというふうに思っておりますが、今現状は合宿にしろ学生の方が多い状況にありまして、宿泊施設としては、葛城にあります玉青年の家に泊まられて、橋本の体育館で、大会を実施するというようなことで、運営されてございます。で、まあ我々教育委員会として今持っている施設を有効に使っていただいて橋本氏をアピールしていくということは非常に重要であると考えておりまして、まあ、民間の力も借りながらですね、そうした誘致に積極的に取り組んでいきたいと思っております。で、平成25年6年とご存知かと思いますけれども、運動公園の多目的グラウンドを中心に、リレーマラソンというのが開催されました。でこれは、まあ、近畿各県で実施する、その中で和歌山県では橋本氏が選ばれて2年間実施されて、我々も一生懸命、まあ、そのことを後面から後ろから応援してきて引き続いて実施していただけたらなということで、希望を期待しておったんですけれども、今年度は残念ながら開催されるというような連絡はいただいておりません。しかし、まあ、そうしたことも含めてですね、民間の力も借りながら今ある施設を有効に活用できるようなスポーツ大会を誘致していくというのは教育委員会として積極的に取り組んでいきたいと思っております。まだまだ、まあ、広報活動も少ないと思っておりますので、その辺も含めて一生懸命取り組んでいきたいというふうに思っております。4番今井君、ありがとうございます。
それとこれはちょっと YouTube で見たんですけども、デモンストレーションスポーツでソフトバレーボールと低級野球ですか、低野っていうのをやられたとお聞きしています。まあ、あれを見ておりますと、体育館の狭いスペースで昔我々がよくやった三角ベースボールですか、それを競技としてやられてる。これなんかはまた昔ゲートボールで3世代ゲートボール大会っていうのはよくあったんですけども、いろんな世代がそこで一緒にやれるんではないかというふうに思いますので、これはまあこれをやってる、これは青年会でしょうがやったんですか、僕ちょっとはっきり知らないんですけども、こんなんもまたできたらいろいろと、これは市がやるやなし、そういう若い人たちがやるのを我々が投資していけば、また3世代が交流したスポーツ大会になるんではないかなというふうに思います。これはまあお願いでございます。それからこの和歌山大会も10月の24日から全国障害者大会というのがございました。この障害者のスポーツ、皆さんご存知のように中村智太郎君が平泳ぎと自由形で2種目優勝されました。この障害のある方々がいろんな形でやはりこの地域のスポーツ大会に一緒にこう出てもらって、みんなとスポーツを楽しむ、障害者の方だけのスポーツ大会もまたやっていただけたらありがたいんですけども、結局そういう中村智太郎君、この間君北で講演会があったのを聞いてきたんですけども、やはり彼があそこまで来るには彼の資質努力もありますけども、親御さんコーチさん周りの人たちのサポートが彼をあそこまで立派にしたんやと思います。我々といたしましては、やはりもうちょっとこの障害者の方のスポーツに目を向けて、お互いそれこそ共に参加共に作っていく、そして支援していくっていうのが大事ではなかろうかと思うんですけども、その辺のスポーツ大会等についてはどのようにお考えでございますか。健康福祉部長。障害者スポーツ大会ということで、非常にお答えしにくいんですけども、先ほど来一般のスポーツ大会についても会場の規模設備あるいは宿泊施設等のことでということ答弁をさせていただいたと思います。でさらに障害者スポーツ大会となりますと、さらにまだ課題があるということだと思います。例えば市議の障害者の方々、市議からですね、の障害者の方々には、施設のさらなるバリアフリー化でありますとか、そういう競技大会を行うときには、あるいは移動手段の対応とか求められる、あるいは視聴覚障害の方々には、ほぼ1対1の介護者が対応が求められるとか、あるいは聴覚障害者には手話通訳者とか、要約筆記等の対応も当然準備せざるを得ない、等々で、うち現時点の現状を考えれば、本市、そういう大会の開催知識とか経験も少なく、必要となる情報の集積、蓄積も今後必要になってくる、それでありますとか、先ほど来のハード面の準備、あるいはスタッフの確保等々で非常に難しい課題があるのかなという感触を持っています。4番、今井君。はい、その通りだと思います。しかし今この地域にあるそういう障害のある方の対象としていろいろこうスポーツ参加を促すというよりも、これはちょっと調べましたら、世界保健機構が2001年に
ICF という形で、生活機能障害健康の国際分類というところで、先ほども言いましたように参加の制約をなくすということで、いろんな大会に障害者の方も一緒に関わっていくという重要性を説いてございます。共に参加、共に作っていく、支援していくという意味で、この橋本は障害のある方に人に優しい町、そういう町やでというふうなことを思っていただけるような、そういうふうな施策で、障害者の方のぜひそのスポーツ大会等々をぜひやっていただきたいんですけども、これは各いろんな介護施設等々もあると思うんですけども、そこは介護施設ではいろいろやられてるんですけども、全体でそういうふうな10月に行っている市民、スポーツ大会みたいなことがないと思うんで、ぜひそういうことから始めてもいいんやないかと思いますので、ぜひその辺の方よろしくお願いしたいと思うんですけども、いかがでございますか。健康保障部長。議員ご質問の、趣旨等々、まさに有意義なことではあるかと、思いますが、実際、着手となりますと、あまりに問題が、課題が大きすぎるのかなということで、現時点ではちょっとこれは難しいのかなというふうに考えます。4番今井君。難しいっていうよりもやっぱし前向きに取り組んでいただきたいということでございます。障害者の方も2つに分かれるっていうふうに、視聴覚障害者の方はパラリンピックにはあれ出れないんですが、セブリンピックっていう形で、やはり視聴覚の悪い方はまた違う形でやられるそうでございます。あとの身体障害者、精神障害者、いろいろな障害のある方は一つのパラリンピックなんかもそこでは出られるんですけれども、視聴覚障害者っていうのはそれこそちょっと違うということを、これはちょっとかじっただけですので、僕もこの今後またこのためにいろいろ調べて、ぜひそういうふうなこの地域の中ででもそういう方のみんなが集って、楽しめるスポーツ大会等ができたらええなというところで、いろいろと勉強もしていきたいと思いますので、無理無理と言わんとぜひ考えていただきたいと思います。いかがでございますか。健康福祉部長。ちょっとお時間をいただいて一度勉強させてください。4番今君。ありがとうございます。私もそれこそまた勉強させていただきますので、その説はよろしくお願いしておきます。それからやはり物事を組み立てていくときは、先も言いましたように私、感覚的な人間ですので、今までそんなに詳しくっていうか理論立ててしてなかったんですけども、やはり何をなで、誰がいつどこで、対象をいくらで、予算で、期間を考えて、組み立てていくということを、私もこれからこの一般質問等についてもそのような形で一般質問させていただきたいと思います。それから文化イベント等についてでございます。先ほど松浦一番議員の質問の中で、これは企画部長ですか、歴史文化杉村公園について、魅力ある公園、市街地より、たくさんの方が来ていただいて憩いの場としたいというふうに、おっしゃってございましたけれども、本当にこの杉村公園は僕も昔、よく行ったんですけれども、憩いの場になる素晴らしいところやと思います。それとともに、今回この国体イベントのあった期間に、これは県の主催やと思うんですけども、芸術祭として和歌山サローネ25ということで、9月13日から10月12日まで、
対立するようにということで文化イベントをやってございました。これは和歌山のイオンモール、カダのオレンジハウス、和歌山の旧西本組本社ビル、前髪美容室、喫茶ピュア、和歌山足部屋、芋瀬別荘、田島漆店旧工場、これは黒江のレンガ館というところですね。それから高野口では桂木館、高野山では盆音社と。で、議員の皆さんの中でも行かれた方はいらっしゃると思うんですけども、桂木館で、1週間、それこそ大阪の画家の方やったと思うんですけど、女性の方の展示をして1階から2階に上がって各部屋にその彼女の作品を置いてございました。3階まで。なかなか僕も2階までは昔は要は消防の出止め式の後の新年会でよく登ってたんですけども、3階まで登らせていただいて、やっぱりすごいある意味遺産を残していただいているなっていうふうに感じました。こういうふうな桂木館さんであるとか、これはもう あそこは個人の建物ですので我々がどうこうすることはできませんけども、持ち主の方とお話ししてますと、あれを維持管理していくのは大変なんやと、いろんな形でこういうふうなイベント等々で、人に来ていただいて、ちょっとでもあれを維持する維持費が出たらいいんですよっていうふうなお話されてました。商工観光課の方、また県の方もいろいろとご協力いただいて、あれを残すためにいろんな施策、補助金等もご苦労いただいとると思うんですけども、やはり橋本の文化遺産やと思います。そしてそれをそのままで置いとくんではなしに、やはりそれを使うっていうところが一番の大事なところやと思いますので、あそこを我々としても高野口の駅前の一番の出発点でございますので、その地域に住んでいる人がやはりその気になって、我々がどういう形でバックアップできるかなっていうところで、これはどなた、経済部長よろしくですか。すみません。経済部長。ただいま議員からお尋ねしてありました、さらに10月にこの文化イベントとして桂木旅館を開放して、美術イベントが開催されました。これ実は私も行ってきたんですけど、非常に人気を博しておりました。で、同時期にですね、駅前の歩行者天国もやっておりまして、これも前立てを一般開放しまして、これ市外県外の方かなり訪ねてこられていました。本当に小屋口の駅前っていうのは、この桂木旅館であったり前立てであったり、小屋口小学校であったり、本当にいろいろその資源としてですね、発信できるものがたくさんあろうかと思います。そしてそこに加えて地場産業のパイル織物、こういったものがありますので、できるだけこういう観光のポジションを上げていくような、そういったポテンシャルを上げていく、そういった施設をできるだけ活かしてですね、今後イベント等に反映させていただけたらと思っています。なお参考に、県もかなり積極的にいろんな取り組みを考えていただけておりまして、これ伊都振興局の政策コンペで、各県内の各振興局から一つずつ知事に審査していただく振興局コンペがあるわけなんですけど、ここでもこのパイル産業と歴史的建造物で小屋口ブランドを発信、こういう事業を近々提案県の方からしていただいて、できるだけ採択していただけるように振興局の方も取り組んでいただける、そういう状況であります。4番今井君。ありがとうございます。ぜひそういう形で、バックアップ行政が SS を、振りかけることで、維持管理費がちょっとでも出ればなというふうに思っております。
そこであそこであの持ち主の方とお話ししてたんですけども、えらいもんで1週間、あの事業をとても一月はできないということで1週間あのだけ開けさせていただきますって言ってましたら、それをラジオで聞かれた和歌山の90歳のおばあさんがぜひ、桂医館を見てみたいということで来られたとか、宮城県の方が神戸、こちらの関西地方に、旅行に来られてて神戸で、そのようなニュースを見聞きしてぜひ行ってみたいということで、桂医館に来られたそうでございます。我々近くにありすぎて、ありがたさがわからないんですけども、やはりあの桂医館っていうのはこのあの建物ができた時代から、この100年この年月が経っとる間にいろんな人があの名前を知っていて懐かしく思ってやってきてくれたということでございますので、前田邸桂技館後援口は馬場垂高を下ってあの方向へ行って後援口の小学校へ行ってもらうというこの一つの人の流れの仕組みを考えて、人との交流を作っていくことがまたあの地域の活性化になると私は思います。まあ、それぞれが高野口はそういうところがいいところもありますし、それぞれ先ほどの杉村公園もそうですし、公園は公園であの似顔池周辺は僕この議員になって初めて行ったんですけども、なかなか風光明媚ですごくいいところやなと、そういうところをもっともっとこう利用してといいますか、この地域に人が交流していただけるようなところになれば、この地域はもっと活性化、もうちょっとこうないないって言うとるよりも前向きなポジティブな考えで、そういうところで、まあ活性化していけばいいんではないかと思います。前の9月の時も言うたんですけども、あの例の海士町のあそこのとこに乗ってたんですけども、地域の活性化の源はやっぱり交流にあると。地域づくり町づくりの原点は究極人づくりであると、そこにかまた関わっていく人が輪が広がっていくことがこの橋本が良くなることやと私信じておりますので、ぜひあの当局の方もいろんな形でまたいろいろな団体、またいろいろなスポーツクラブといろいろなまた共同してこの地域を元気にするように私も頑張ってまいりたいと思いますので、どうかよろしくお願い申し上げます。それではこれで1番の方終わらせていただきます。次に質問項目に、公用地子ども議会における市政に対する要望提案に対する答弁を求めます。教育長。9月に開催された高野口子ども議会は、昨年度高野口地区公民館で開催された地域の住民による地域シンポジウムを受けて、子どもたちの意見を聞いてはどうかとの考えのもと開催されました。当日子どもたちは熱心に議論を交わし、次のような市への意見等がまとめられました。1、文化祭の衣装を作るのにゴミ袋を使わなくてもよいよう学校予算を増やしてほしい。2、クラブ活動などで帰宅時間が遅くなるので防犯灯や防犯カメラを設置してほしい。3、市政について市議会議員に学校で講義をしてほしい。4、自分たちでバリアフリーマップを作成するので市政に活用してほしい。5、リンピア作戦。リンピアとはスペイン語で清掃活動のことを言います。リンピア作戦で集めたゴミを回収してもらうと同時に、活動の輪を回覧板や市のホームページなどで地域に広めてもらいたい。6、プルタブ集め活動。缶飲料のプルタブを集めて電動椅子等と交換し、福祉施設などへ寄付する活動。このプルタブ集め活動の普及のためのポスター作り、
各学校への協力依頼、郵便局や銀行、スーパーなどにプルタブ入れ設置の協力依頼に力を貸してほしいといったものです。今回の小矢口子ども議会で出された意見等については、今後の市政運営の参考とさせていただきます。4番今井君、最初もありますか。4番今井君。ありがとうございます。あの時は教育長もお見えになってたんですよね。聞いていただいておると思います。若い彼らがいろんな形で、この地域と接点を持って、活躍してくれております。これはもう要望ばかりになりまして、今それこそ教育長さんがおっしゃっていただいたような市政への要望があったわけでございます。特にゴミ拾いするときにはボランティアとして、ピンクのボランティア、これは袋ですか、等が欲しいとかいろいろありました。これまた教育長の方で、ぜひその辺のところをまたどのかに言っていくんか分かりませんけれども、ぜひ彼らのこの意見を組み上げていただきまして、彼らがこの彼らはこのやっぱし子どもは国の宝といいますか、やはりこの地域にまた残っていただいて、この地域を支えていく彼らがやる気を出すように、また市当局としてもこの要望をぜひいろいろな形で、要望だけに終わらず形にしていただきたいというふうに思います。これはもう要望ですので、もう皆さんもお疲れやと思いますので、だいたい50分この間たまたま文教の方で神室の中学校でしたか、ほんで西部の中央中学校に給食の呼ばれに行ったんですけれども、どっちか忘れたんですけども、神室でしたかね、これ今ちょっとスポーツで脚光を浴びてきた、それこそラグビーの言葉なんですけども、ワン・フォー・オール、オール・フォー・ワン、一人はみんなのために、みんなは一人のために、いい標語書いてあるなと思って、感じました。ぜひそういうふうな気持ちを皆持って、一人はみんなのために、みんなは一人のためにと、そういう気持ちで、市当局の方もまた我々議員も、そういうふうな気持ちで、市政に取り組んでまいりたいと思います。以上で終わります。ありがとうございました。4番今井君の一般質問は終わりました。お分かりいたします。本日の会議はこの程度にとどめ、宴会し明12月9日午前9時30分から会議を開くことにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議の人を見ています。よってそのように決しました。本日はこれにて宴会いたします。ご苦労様でした。